です。今日は私の一日にとっても彩りを加えてくれる美味しいチャイラテを作っていきたいと思います。というか入れていくだけなんですけども、本当に美味しいチャイラテをこの間カフェで飲んで買ってきたっていう話をラジオでしたと思うんですけども、そのチャイラテを今日はご紹介したいと思います。その名もこちら、じゃじゃーん、プラナチャイです。プラナチャイの中には紅茶、蜂蜜、シナモン、カルダモン、クローブ、生姜、ペッパーコーン、八角、食塩が入っているって書いてあって、自分でも作れるかなって思ったんですけど、これいざ開けてみるとすっごいしっとりしていて、ちょっと自分には難しいかもって思ってしまいました。はい、中身はですねこんな感じで、わーわーわーいっぱい落ちちゃった。見えるかな、わかるかしら、すごいしっとりしてます。触るとペタペタする。香りはすっごくスパイシーって感じです。で本当に美味しいので、これを今日は入れていきたいと思います。用意するものはマグカップとプラナチャイマグカップとプラナチャイ、そして調整豆乳、あとは蜂蜜です。ではまずプラナチャイを測っていきたいと思います。蜂蜜を入れすぎちゃった、はい、1対1で入れて、でお湯を少しだけ注ぎます。ほんのちょっとでいい、混ぜておきます。豆乳を火にかけていきます。いただきます。おいしい。チャイはね、なんかすごいリラックス効果もあるし、抗酸化作用っていうんですか、体が酸化するのを抑えたり、あと消化を助けたりとか、たくさんいろいろメリットがたくさんあるみたいです。私は結構こう仕事の合間のお休みの時間に飲んで、よしこぼろっていうためにチャイを結構意識的に飲んでいます。これ今まで麦茶とかだったんですけど、これアイス、氷入れてアイスにしたりして、意識的に飲むようにして、まだ2週間くらいしか経ってないんですけど、すごいね、集中力が高まったなって感じていたり、なんか睡眠の質もすごく良くなったような気がしています。まあ、気のせいなのかもしれないけど、結構思い込みも大事かなと思ったり、私の人生にとってこれからもずっと大切に大活躍してくれるであろうチャイラテでした。これね、プラナチャイって言って、私は下北沢のお店で買ったんですけど、調べたら多分買えるそうなので、ぜひぜひ気になった方はプラナチャイ飲んでみてください。本当に美味しいです。あとはそう、豆乳もね意識的に飲むようにしたかったので、すごく良かったです。豆乳だけで飲むのも好きなんですけど、なんかあんまりレパートリーがなくって、バナナとほうれん草を入れたスムージーだったりとかするとあんまり豆乳取れなかったり、あとはまあ青汁の粉とか入れて飲んだりしてたこともあったんですけど、ちょっと飽きていたので、はい、美味しい豆乳の飲み方見つけれてすごく良かったです。牛乳でやってももちろん美味しいんですけど、でも豆乳の方がなんか香りもすごくいいみたいなことを書いてありました。私もね、カフェでバイトしてた時は牛乳と豆乳半々で割ったりとか、なんかチャイラテには豆乳だったりアーモンドミルクが合うみたいですよ。
なのでぜひぜひ試してみてください。この動画を見てチャイラテ飲んでみたい、プラノチャイ買ってみようかなと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS のフォローの方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。またねー。